こんにちは、のりたろうです。今回は未だに横行しているアンティークコインモダンコインの情弱ビジネスから身を守る方法というのをお伝えしたいと思います。情弱とは情報弱者の略のことで、コインの場合はコインの知識がない人に対して、市場価格からあまりにもかけ離れた値段で売りつけるビジネスという意味になります。私のコインショップではお問い合わせフォームがありまして、そちらから個別にいろいろとご相談をいただく中で、あまりにも高額でコインを売りつけられそうになっていたり、実際に買ってしまったという方が結構いらっしゃるので、今回の動画を作らせていただいたのはその理由になります。でコイン投資で最も大切なのは安く買うということで、つまり相場でに近い価格で買うということになります。でそこさえできてしまえば、あとは本当に失敗することが少ない非常に安全で健全な投資なのですが、アンティークコインやモダンコインをよく知らない方につけ込んで、知らないことをいいことに法外な値段で売りつけようとする業者さんとか個人の方が相当多くいらっしゃるなと思います。でそのためにコインを騙されて買ったということでコイン投資をそれでやめてしまったり、その話を聞いた周囲の人とかがですね、やっぱり怪しいと思ったんだよということで、キワモノ扱いするということになっていくのかなと思います。なので、その今回はその対策ということで、コインの相場をその場で携帯電話で調べるという方法をご紹介したいと思います。でそれが一応私の過去動画でいろいろと相場の調べ方について、述べているのがあるんですけど、その中でも一番使える方法っていうのをですね、ご紹介したいと思います。それがヘリテージオークションの携帯アプリになります。でまずは携帯アプリをダウンロードしたいと思います。それでは携帯の、まず iPhone でしたら APP ストアですかね、アプリをダウンロードするものを開いていただいて、ここの場合はヘリテージとカタカナで打つと一番上にヘリテージオークションのアプリがあります。でここでダウンロードしていただけますので、ダウンロードする方は、ダウンロード してください。で、今回は私もダウンロード済みなので、開きます。で早速使ってみたいと思います。で、ここの、タグですかね、2つありまして、カレントアイテムズとファストセールプライシスと2つタブ選ぶ場所があります。で過去の相場を知りたいときはファストセールプライシスになります。でこちらのカレントアイテムズは、これから開催されるオークションに、入りたいときに使います。で相場を調べたいときはパストセールプライシスに合わせまして、試しにですね、ゴチックと入力すると、下の方にいろいろと出てきますので、1847年のゴチッククラウンの相場を調べたいというときはこれを押して、この虫眼鏡マークを押します。そうすると、ずらーっとゴチッククラウンの販売価格が出てきます。で、これのソート機能っていうのがありまして、このソート機能っていうところを押すと、いろいろと並び順を変えることができます。でこのモーストリセントセールズ、上から 1,2,3,4,5 番目のところですね、これをこうチェックすると一番最近の、取引から順に並べてくれます。これなんか1847年で絞ってますけど、2021年のゴチッククラも出てきてますけど、これが2022年の1月10日に、
プルフの64が落札された時のものが出てきます。で、こういう形で、いくんですけど、さらに例えば60グレードとか61グレードとかが知りたいよということであれば、ここでさらに、例えば61という感じで打っていただくと、61グレードで、が出てくるように絞ることができますので、でこれがちょっとショートがもう一回、あでも最近のセールからの並び順になっ、あ今なりましたね。ということで2021年のものからどん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 過去に遡って、調べることができますが、一番直近の相場を知りたいという時はこの一番上に出てきたのが、直近の相場になりますので、ゴチッククラウンのアンデシモエッジですかね、少し枚数が多いやつのプルフ61の一番最近の価格っていうのがこの1万200ドルで、これがインクルーズ BP ってなってますので、バイアーズフィーですかね、バイアーズプレミアムを 20% かかるんですけど、それを含んだ値段がこの1万200ドルになります。で、この ちなみにですね、この銀貨の、このビュープライシング&ポピュレーションガイズっていうのを押すとですね、この銀貨の61グレードがどれぐらいの位置に位置づけられているのかっていうのが見ることができます。でこれ PCGS で鑑定したものになるんですけど、 PCGS で、531枚あるうちのこれより上のグレードが302枚あって、このグレードが76枚ありますよというのが分かります。でさらにちょっと詳しく知りたいときはこの PCGS というところを押すと、あこれちょっといろいろあるんで分かりづらいですけど、このグレードがこの黄色で示してあるものになりますので、この69枚あって、次のこちょっとずれてて分かりづらいんですけど、61がこの黄色で示した部分で、この4つあるのがですね、これ字が潰れてて、パソコンで調べるともっと しっかりどれが何か分かるんですけど、おそらくこの69の横がプラスとかスターがついたものが0枚ということで、この一番右の16って書いて69-0-69-16の16っていうのは、全体の 16% がここに該当しますよという意味になります。でこれですと一番61-62-63-64-65-66-67グレードが一番最高ですかね、61-65-66-67グレードが最高になって、それがそれのプラスが1枚あるということで、これが一番高いんですけど、まあ、61グレードはこのぐらいの位置づけですよというのが分かります。で、こちらの、先ほどバイアーズプレミアムが載っているという話をしましたけど、これを用いて次どういうふうに計算するかというのをお話ししたいと思います。ということで、購入者さんとかにですね、購入いくらですと提示された時とかですね、まあ、またはコインショップに行って、購入を迫られたという時にはその場でちょっと待ってくださいということで携帯をいじってですね、先ほどのように、相場を調べると良いかと思いますが、その際に一つ注意しなければいけないことがありまして、先ほど調べた価格っていうのはあくまでも落札額、まあ、プラス 20% の手数料しか載ってない額なので、先ほどの手数料 20% 以外にですね、
輸入の際には消費税が 10% かかります。あとその他に送料もかかりますし、保険料、あとはカード決済とか銀行振込の時も手数料ですね、カード自体の手数料とかもありますけど、ドルを円に換える両替手数料なんかも入りますので、結局は落札額の 1.4 倍ぐらいの金額に なります。それに、その時の為替レートですね、今ちょっと円安になっているので輸入品が割高になってきましたけど、その時の為替レートがかかりますので、私の場合は、数十万から数百万円台のコインの場合はですね、落札額 ×1.4 かける為替レートで、計算しています。ただし先ほどのようにすでに、ヘリテージオークションの場合はですね、バイヤーズプレミアムが 20% 乗っているという場合ですね、その場合は落札額かける、あの 0.8×1.4 で 1.12 になるので、落札額かける 1.12 かける為替レートで、計算するとすぐにその場で、相場の日本円の価値ですねを計算することができます。でこれがですね、さらに高くなって1000万を超えたり数千万1億円ぐらいになると、相対的に送料とかですね、そういう手数料みたいなのはちょっと無視してもよくなるので、かける係数を、まあ、1.3 倍ぐらいにしても それほど誤算が出なくなっていきますし、 1.4 倍にしてしまうとですね、1億円の場合はちょっと誤差が大きくなるかなと思いますので、1.3 をかけるような感じになるかと思います。で逆に、数万円ぐらいですね、非常に安い額で落札できたものっていうのは、1.4 倍だとちょっと足りないので 1.5 倍ぐらいをかけるとちょうどいい感じになるかと思いますので、そういった計算をちょっと面倒なんですけど大事な計算になりますので、その日の円相場っていうのをさっと計算してできるようにしておくと良いかと思います。まあ、例題というかですね、一つやってみたいと思いますが、本日2022年の4月3日の円相場っていうのは122円になりますので、だいたい1000ドルで、落札したコインがあった場合はですね、 1000×1.4×122円で、今の円相場では17万800円ぐらいということになります。これがだいたい相場かなということがわかると思いますので、このように相場がすぐに計算できると便利ですので、ぜひとも何回かですね、適当に自分の好きなコインをですね検索して調べてみると、これをちょっと練習しておくだけでその場でちょっと待ってくださいということで調べられますので、便利かと思います。ただしこの相場っていうのはほぼほぼ最安値っていうことになりますので、これより安かったらすぐ買った方がいいですし、まあ、大体ですね、業者さんはやっぱり、それを生業にしている場合はですね、手数料がそれに少し乗ると思いますので、まあ、一般的に例えば落札をこの代行してくださいという場合はですね、5% か 10% ぐらいの手数料が乗ると思いますので、それぐらいは加味する必要があるかと思いますので、そのあたりを理解した上で、やはりその手間賃も払いますよという形で購入されると良いのではないでしょうかと思います。あとヤフーオークションとかですね、メルカリとかですと、売る側はヤフオクとかメルカリに 10% 手数料支払わないといけないので、さらにそこにちょっと 10% ぐらい乗るということになりますので、そういったところを加味して買ってもいいぐらいかなと、あまりかけ離れてないなっていうのをこれで調べることができるかと思いますので、ぜひご活用ください。それではちょっと長々とお話になってしまいましたが、今回の話は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン、ご視聴ありがとうございました。